be good for me。その日がエクサルトリップルのチャート分析をさせていただこうかなと思います。現在時刻ですけども8月26日午前8時52分の収録がしています。今日もまずアメリカ市場ですね、振り返っていきたいと思うんですけども、アメリカ市場大幅高で終わっております。ニューヨークダウをまず見ていきたいと思うんですけども、322ドル高ですね。それからナスダックの方も大幅に上昇で207ポイント高ということで、かなりの上昇ですよね。 S&P も1.41% 上昇しておりまして、非常にねニューヨーク市場が買われたという感じですね。先物も見ていきたいと思うんですけども、先物がマイナス53、それから日経先物がプラス185ということなんで、まあ今のこの状況からすると朝の寄り付きは高いんだろうなというところが、見てとれます。いろいろ気配見ていったんですけど、銀行株とかもそうですね、しっかり上がっていきそうな感じなので、まあ、寄り付きはですね、まあ、しっかりこの辺はどうなるか、寄り付いた後の展開が楽しみかなというところですね。それからオイルです。 92.91 ということでプラス 0.42%、 こじっかりですね。こちら金先物が、マイナス 0.09% ということで、まあ動いておりません。ビックス先物がこちらが 4.56% の上昇、下落ですね、 21.78 ということで、これが交換されて、おそらく株式仮想通貨にも買いが入ってきているんじゃないかなという感じを受けております。それではビットコイン、イーサリアムはどうなっているかちょっと見ていきたいと思います。はい、ビットコインの方もですね、順調に値段は回復中ということで、295万1000まで戻してきております。非常にいい状況だと思いますね。なんとか295万をねキープしながら、上にねどれだけ戻せるか、300万円に戻せるかというのが今試されているわけなんですけども、今のところ、まあ、堅調な動きで、時間はかかるけど300万円は戻れそうなんじゃないかなという感じはしています。それからイーサリアムですね、こちらも堅調な動きが続いておりまして、23万1700円ということで、まあ、こちらも30万円ぐらいにはね戻れるんじゃないかなと思うので、まあ、その動きをねしてるんじゃないかなというところです。はい、それではリップルはどんな動きをしていたのか、皆様とフォローしていきたいと思います。現在のリップルなんですけども 47.715 ということで、堅調な動きをしております。こちらもイーサとかねちょっと動きは似てるんですけども、非常に堅調かなというところですね。マックディーナーを見ていきますと、ちょっとクロスしているんですが、上抜けしているような感じですよね。ですので、まあ、50円を一旦目指すような展開が予想されるんじゃないかなと思っております。RSI も60に近づいてきておりまして、まあ、ちょっとこの辺から見てもですね、まあ、マックディーの様子を見ると上に行くんじゃないかなというふうには思いますし、RSI はちょっと意識されてあんまりいないのかなという感じですね。そんなにあまり見られてないような感じもいたします。それから、こちらの冷やしチャートなんですけども、行ったり来ているところも多いですし、まあ、基本的に買い物が増えてきたのかなという、ね、直近の動きなんですけども、まあ、油断はしないようにしてくださいね。急にやっぱり下落してきてしまうということも、仮想通貨というのはあるので、まあ、それがそろそろ来てもおかしくないのかなというふうには思っております。最近値段の方は、ね、安定して、まあ、高くはなっているというようなイメージはないんですけども、安定した推移はしているなという感じはしてますので、まあ、非常に好感を持っておるんですけども、まあ、値段の方はまだまだね回復途中かなというところですよね。リップルなんですけど、値段の戦略構築していきたいと思います。昨日午前、2時ぐらいの水準が47円ぐらいなんで、まあ、この辺が一応下限のサポートラインになってるんじゃないかなと思います。レジスタンスとして捉えられているところは48円ぐらい、これ朝6時ぐらいですかね、大体そのぐらいの金額なんですけども、ですので、まあ、47円から48円で動いているという感じで、まあ、今日は少し若干ね、まあ、日本の株も強くなるということを考えると48円方向にいけるんじゃないかなと思っております。 55% ぐらいは48円ぐらいの方にいけるんじゃないかなと思います。で、48円超えてくると結構面白くて、50円ぐらいの動きに戻れるかというところが試されるんじゃないかなと思うので、今日の日経平均の寄り付きからの動きですね、寄り付いた後絞まなければいいなというところは思っておりますけども、どんな動きになるかちょっとしっかりねこれから始まるので見ていきたいと思います。ということで、今回もリップルのチャート分析最後までご覧になっていただき本当にありがとうございます。チャンネル登録まだの方、ぜひこの機会にしていただいて、見逃さないように承知していただければなと思っております。今回もリップルチャート分析最後までご覧になっていただきありがとうございました。